逆でしょ、これ多分逆なんだよ。ああ、自分を責めないでくれ、マジで。元気になったようでよかったです。わあ、なんか距離感がめちゃくちゃいい感じ。やばい、あ、これは落ちてるぞ。どうもアニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのはフルーツバスケットセカンドシーズン第19話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりましたフルバですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回で第19話楽しんでやっていけるかわかりません。私にはもうちょっとリンちゃんの過去が辛すぎて僕はもう限界化してしまいました。もう前回ハルくんがイケメンすぎてもうはぁはぁはぁっていう風になってしまったし、もうリンちゃんが辛すぎてはぁはぁはぁっていう風になってしまって、もうはしか喋ってなかったんじゃないでしょうかという感じになってしまいました。前回はもう完全にもうハルくんっていうのとアキトさんっていうのとあの親っていうのともう感情が爆発しておりますので、今回はその延長線上トールちゃんメンタルクリニック発動できるのかどうなのかちょっと注目していきましょう。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。大丈夫かな、りんちゃん。やばいやばいやばい、また。あ、ママです。やばい、ママミを覚えてしまってるから、やばい、ちょっと待ってください。大丈夫かな、トルちゃん。頑張って発動してほしい。その持ち前の言語センスで救ってほしい。彼女は愛され方を知らないんだ。ハルくんからしか学んできてないから。愛を教えるのはあなた。贅沢者めみたいな、そんな感じで。やばい、ちょっと、もう本当にもうちょっと、あ、なんか、でも今回に関しては、ハルくんよりも、どうなんだろうな。ハルくんよりも、トールちゃんが向いてる気がするんだよな、なんか。ハルくんが近づくと逆効果な気がする。ある程度やっぱりトールちゃんで、和らげてからハルくんがいいよね。いきなりハルくんに合わせたらちょっと激悪すぎる。前回のハルくんの火力を見て僕は限界化してしまって、もう何が何だかっていう感じだった。改めて見返したらとんでもないことになっていた僕は。だから、ちょっと、落ち着こう。ちょ、俺が落ち着いてない。とりあえずまずトールちゃんだな。トールちゃんを間に挟もう。多分ハルくんが近づくと反射で逃げようとするから。そうか、でも、やっぱりあれが効いてるんだな。食い潰すっていうのが効いちゃってるんだな。愛されな、あ、もうマジで。あ、色塗られてる。あ、そうなんだ。運べないな、確かに。ああ、そうか。そういう思いで、ダメ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 な。お？トールちゃんが、トールちゃんに母親重ねてるから言うこと聞くね、なんか。聞くというか。あら、適当だなぁ。そうね。もう TPOP だよ。
まあ分かってるだろうね。わあ、この反応、本当に。本当にグレさん以外に悟らせなかったんだ。何が？うわ、なんかピクサー感がすげえな。ちょっと連絡できないよな。うん、けれどもそうであってほしくないんだもんな、凛ちゃんは。もう自分が縛ってると思っちゃってるから。うん、あ、トールちゃんの話？うん、これいつ？退院後？あ、優しすぎるから。うん。焦げるような衝動？そうか、でも確かに。ああ、そうか。わあ、なんか。これ逆でしょ？これ多分逆なんだよ。うん。言えないんだよね。そうだよね。私なんかにっていう、自発的な言葉だよね。やばい、強い優しさだ。ああ。そうか、もう。ああ、そうか、もう。うわ、初。そうか。甘えてし、やばい、マジで。ああ、自分を責めないでくれ、マジで。それがもう優しい子じゃん。優しい、ああ、もう。
自分を責めないで。そうか、こういうのを見てても。トールちゃんも一人だもんね。光が、光あれ。そうだよ、ね、多分難しいんだよね。でも自分を責めちゃうなあ。うん、はあ、あー確かに。ちょっとでもちょっと前のゆきくんもそうだったもんね。あら、はるくん、あら、元気になったようでよかったです。ハートになってたけど、あのプリ雪が、あのざわつくから、校内のプリ雪がすごい、やばいやばいやばい、校内のプリ雪が、それはそうね。あ、かける学べ。もうやばいな、ゆきくんの胃が。やばいやばいやばい、楽しんでいる。あら、はるくんが口あんぐりしてる。あ、でもよかった、もう後方弟。あ、お願いします。なんやかや順応してしまっている。はるくん、いいね。はるくん本当に小一？35のイケオジぐらいの精神性してるけど。あらあら、お祭り？お？すごい。すごい。強すぎるよ、アーヤは。文化祭。あら、あ、そうか、去年は喫茶店やってたもんね、ユキ君を助走させて。お、あら、いいね、すごいな。へえ。うん。あら。
そのあまりというか、なんというか、まあでもなんか、わあ、なんか距離感がめちゃくちゃいい感じ。やばい、ゆきくん大丈夫かな。あー、遠くになってる感じがしちゃう。お見舞い。まあでもなんか、はるくんの分の優しさはトールちゃんが与えられていい感じになるんじゃないかな。でもここで出会えたのも、あら、あら、いや、ちょっとグレさん次第なところもあるわけだもんね。そうね、その時間があったからこそ、そうか、京くんとかとも重ねてしまうわけだ。あら、りんちゃん、あら、髪型がかわいい、髪型かわいい、あら、あら、やばい、あ、これは落ちてるぞ、おおおお、落ちてるぞ、あ、そうなの、あー、多分トラウマもある。いや、ん、やば、髪の毛に、あ、もう純粋な純粋な善意で来てました。すごいな、りんちゃん格好が。不変。約束。ああ。会いに行く。魂レベルで逆らえないって話だもんね。なんかでも、アキトさんはその輪の中にいないからな、なんか。だからなのかなとか思っちゃうけど。あー、しぐれさん、やっぱクレノさんっぽいな。あともう一つ、
それだけ鉄壁なのか。クレノさん。あらら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 。足を。ああ。うん、やばい、なんだ、アキトさんがちらついたけど、わあもう、あら、いいじゃないの。やばい、あっちあっちあっちです。熱い、この作品は熱いでございます。あー、でもアキトさんがちらついたな、あれで。うん、お？あ、やばい、過去だ。京子さん？そうだ、それで。寝てる間に行っちゃったんだもんね。そうか。ああ、なんか感じる部分はあるんだ、トールちゃんにも。まだ多分、ああそうか、あ、トールちゃんもやべえかも。そうか、これは多分リンちゃんが超えた闇をまだ超えられてないっていうのを分かってるわけだ、パッと見てて。それが教訓になりそうなところなんだけど。そうか、人に干渉するそのきっかけも分かってるわけだね、こんなに来てくれるっていう。で、あそこで答えられなかったっていうのは多分明確な、だから言っちゃうと、リンちゃんで言うハル君のためっていう答えを持ってないっていうことをなんとなく察したからか。うわ、リンちゃん、いやもう、トールちゃん、発動するまでもなかったね。もう見た瞬間に発動されてた。ああ。そうか、ああいう優しい人がいると、自分が悪いのに、自分を責められなくなっちゃう。許してくれるっていうのは分かってるから。それを分かった上で、トールちゃんと一緒にいたら、自分が悪いのに自分が悪いと思えなくなってしまう。そんなのはいけないことだと思っちゃってたわけだね。だから、なんか、いやもう、マジでトールちゃんいるだけでもう、浄化。でもなんか、ユキくんとかなり遠くなってるよな。ただやっぱりでも、これ、見ていく感じだとやっぱり、呪いを解く前に、ハルくんにはあまり会いきれないところではあるね。その、なんか、何もない、しがらみなしで会いたいわけだし。あ、大丈夫です。でも、ちょっと大丈夫じゃないかもしんない。はい、というわけで、見終わったわけなんですけれども、いやー、そうか。りんちゃん優しい子だね、なんか。優しい子だね、というか、やっぱりずっと思い続けてた子なんだね。一途な子なんだよね、だから。
なんかやっぱり生まれだったり育ちがあまり認められて愛されてこなかった頃こそ自分が悪いんじゃないかっていう風に責めるようになっちゃってね、それを唯一なんか自分を見てくれたというか自分のいいところを見つけたりだとか自分を必要としてくれたハルくんが大好きでそこにすごい惚れ込んでいたけどそのせいでやっぱりアキトさんを怒らせたりとかもしちゃってでいろいろとやっぱりハルくんにも迷惑を与えてしまったこともあっただろうな心配をかけたりもしちゃってああ私がいるからハルくんの優しさがちょっとどんどんなんか自分だけに向いてしまってなんか甘えてしまってるんだなっていう結局すべてが自分を罰する方向に進んでしまってトールちゃんを見た時もあ彼女を見て甘えてしまったらまた自分を責められなくなってしまうからやっぱり会わないようにしようと思ったけどもうトールちゃんもうメンタルクリニック発動トールちゃんの母性発動骨抜きにしてしまいましたトールちゃんはでもその母性の裏側に何があるのかっていうところ人を愛して優しくあれるけど、それはなんでかっていうところを見ると、リンちゃんは分かっていたわけだね。その危うさみたいなものも。人を愛さなきゃ、一人になってしまうっていうことを知っている。本能で分かっているから人を愛してしまうんだねっていうところ。うん。だからある種、やっぱり、京子さんがいなくなったり、お父さんお母さんがいなくなったところの、ある種の逃避行動として、いろんな人とこう仲良くしていこうとしているっていうところ。うん。そこにやっぱりトールちゃんも向き合っていく必要が出てくるのかなっていうところですね。だからお母さんがいなくても自分は一人じゃないって安心できる環境っていうものを一つ持っておかないといけないかもしれないですね。それが京くんなのかゆきくんなのか相馬家の誰かなのかはさておいて、そういうところなんだろうな。あるしやっぱりコメントでもねフルーツバスケットは仲間外れという意で捉えられるっていうところだけどみんながみんなそうじゃんね。うん、やっぱり十二支は特にやっぱり自分がいることで輪を乱すから自分から外れていく羽鳥さんだってそうじゃん。やっぱりさかなさんといい感じになったけどやっぱりそれが原因でアキトさんは癇癪を起こしてしまってねえかなさんは壊れちゃったから自分から身を引くことによってかなさんの幸せを祈ると外れたところから祈るっていう形でそれがイスルちゃんはかなり激しく出ちゃっただけなんだよね。バーンってこう力強く突き放すことしかできなかったわけですよ。羽鳥さん大人だからスッといなくなることはできたかもだけどリンちゃんは不器用でそれがうまくできなかっただけなんだよね。うん、ことは同じなんだよな。だからもみじくんもさやっぱりね幸せみんなの幸せを壊したくないからバイオリンもやめてというか教えてもらうのやめてっていうところだったりだとかそれに近いことが起きているわけですよね。ある種トールちゃんも一応部外者というか外の人間だからある種その輪の中に入れないしっていうところだしでも一人じゃやっぱり辛いのは分かってるから近づきたいとも思うし、そんな中で深入りして、やっぱりこう中に入って呪いを解きたいなって思うようにもなっている。でもその原動力って何って聞かれたら、誰かのためというか、大切な人がいて、それを守りたいからっていう漠然とした具体案というものがやっぱりはっきりと像として見えていないからこそアキトさんが怖くなるし、やっぱりリンちゃんを羨ましいなって思うところもあると思うし、外の視点だからこそトールちゃんは自由に動けて自由に人をこう好きだなっていう風に友達だな受け入れたな私幸せだなって思うことができたっていうところだからやっぱりトールちゃんが一人だと自覚する時がやっぱり一番やばいよね。アキトさんと向かい合うには一人を理解する必要があると思うんだよ。アキトさんって多分神様で多分ねやっぱり十二支大好きで愛されたいなって思っても多分真に愛されることってないと思うんだよ。やっぱり神様とあれだからお金持ちがいろんな人とやっぱり恋人と仲良くなっていくけどそれってお金なんじゃないお金だからなんじゃないなかって思うのと同じようにやっぱり自分が神だから一緒にいるんじゃないかっていうそういう漠然とした不安があると思うんだよね。そのやっぱり不安に立ち向かっていくにはやっぱり自分が一人であるっていうことを認識する必要があるからトールちゃんはやっぱりいつか京子さんの死と向き合ってなんかやっぱりどこか心に蓋をしてる何かを取っ払う必要が出てくるんじゃないかなっていうところだよね。なんかどんどん根深い問題に直面しているこの古場ですけれども、まあ、ただリンちゃんとトールちゃんでこうね相棒になることでまたこの呪いに向かってねやっていけるんじゃないかっていうところ、多分アキトさんは怖いんだよな。多分呪いを解く方法もなんとなく分かってるんじゃない。なんかうまく喋れてないけど呪いを解く方法分かってると思うんだよ。でもそれをすると神様じゃなくなった僕って本当に一人になっちゃうからね、今まで応募してたのも分かってるし多分できないんじゃないかなっていう風に思うよね。
多分呪いを解いたら、多分僕は神様じゃなくなって一人になっちゃうし、なんか神様でいても一人だし、神様じゃなくなっても一人になっちゃう。他には幸せがあるわけじゃん。呪いを解かれたら。お母さんお父さんとか甘えたい人もいっぱいいて幸せがある中で、アキトさんを受け入れる人がどこにいるのかってなったら、多分いないわけだよね。しぐれさんもそれを狙ってるのかな。どうなんでしょうね。いろいろと気になるところではありますけれども、ただ前回っていうか、前回というか、クレノさんがこうなんかあれだった人は誰なんだろうっていうところ、それがレンさんなのかどうなのか、いろいろと気になるところはありますけれども、ちょっと次回またトールちゃんの掘り下げが行われていくんじゃないかということで、ちょっと注目していきたいと思います。はい、というわけで、とりあえずリンちゃん仲間になってくれてよかった。なんか心の氷が溶けて本当によかった。リンちゃんいい子、幸せ、好き。はい、というわけで今回はこんな感じで終わります。以上、フルーツバスケットセカンドシーズン第19話でした。バイバイ。